ご乗車ありがとうございます。あれ、やべ、え、紐抜けない、やば、どうされましたか。その靴紐が吸い込まれて抜けないんですけど。業者の方を呼ぶので一旦靴を脱いでこちらまで来てください。あ、はい。怪我はないですか。あ、だ、大丈夫です。他のお客様は大丈夫ですか。あ、大丈夫そうっすね。いや、早く靴取ってくださいよ。お客様、靴紐がほどけてるのに気づかなかったんですか。あ、ちょっとゲームしてたんで。ゲームはあなたの命や周りの方の命より大切ですか。そんな大げさな。大げさなことないですよ。エスカレーターが緊急停止して上にいる人が転げ落ちたらどうなると思いますか。下にいる人たちも何十人もの人がのしかかってきたらどうなると思いますか。ゲームはいつだってできますよね。はい。手元より足元を、周りをもっと見てください。すいませんでした。ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。ん、お客様ちょっとお待ちください。はい。もう一度定期券見せてもらってもよろしいですか。あ、はい。あ、お客様今冬休みですか。そうですよ。あの、お客様の定期が先週で切れちゃってるんですよ。え、あ、本当だ。これは不正乗車になります。え、ちょっと待ってくださいよ。冬休みが楽しめなくなるほどの罰金払ってもらいますよ。ごめんなさい、気づかなかったんです。許してくださいよ。冗談ですよ。今回は特別に許しますが、次からはしっかり確認してくださいね。あ、ありがとうございます。あ、じゃあ帰りも OK ですか。それを払え。お客様、こっち来てもらっていいですか。もう何やってんだよ。お客さん、エラーになってるんで通らないですよ。あ、申し訳ございません。いってえな、おっせえな、このノロマ。おい、ぶつかったんだからなんか言えよ。あ、そうだ、お前耳も聞こえねえし喋れねえんだったな。このノロマが邪魔なんだよ、消えろ。あ、お客様大丈夫ですか。おい、ちょっと待てよ。なんだよ。お前は本当に弱い人間だな。どう見たってあいつだろ。お前だよ。は？目見えてんのかよ。はっきり見えてるよ。じゃあなんで。確かに彼はお前よりも欠けたところがあるさ。それでも彼は俺にもお前にもない経験をしてんだよ。そんな自分を乗り越えて、そんな自分を全て愛して彼は生きてんだよ。そんな彼が本当に弱い人間か。謝ってこいよ。ごめんなさい。あいつなんて。あれ、おっちゃん、今日遅いっすね。ちょっと寝坊しちゃってさ、次の電車乗れる？あと3分、なんとかします。頼むな。メトロさん、どうした。すぐの音楽行きでいつものおっちゃんお願いしたいんですけど。ギリギリじゃん。すいません。オッケー、なんとかする。降車駅に連絡しとくわ。お願いします。僕ファックス送っときます。よし、行くぞ。タクちゃん、さすが早いっすね。俺おっちゃんをしていくわ。わかりました、僕エレベーター取ってきます。おっちゃん、それでは行きますよ。飛べし飛べし。メトロさん、行きますよ。タキちゃん、ナイス。それでは、行ってらっしゃいませ。無理言ってごめんよ。お気をつけて。俺たちの連携のスピードは超特急さ。